こんにちは。聖書を開きたいと思います。ヨハネの福音書の5章の1節から9節を開きたいと思います。ヨハネの福音書の5章の1節から9節を読みます。ヨハネの福音書5章の1節、その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって、5つの回廊が出ていた。その中に大勢の病人、盲人、足の萎えた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。お願いします。愛聖様、ありがとうございます。予言をありがとうございます。賛美をありがとうございます。特別、賛美をありがとうございます。また一人一人の証をありがとうございます。今日も主が御言葉を通して必要なことを語ってくださることをありがとうございます。あなたが語ってくださることを感謝します。主よ、どうぞ私たちが今あなたと、またあなたの御言葉の前に届けるくだりを与えてくださり、主が今日語ってこられる言葉を受け取ることができるように、また御霊ご自身がご自由に語ってくださるように願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、そうですね。私は最初に牧師になったのがですね、長崎県の佐世保教会というところですね。最近の新聞でなんか世界遺産かなんかいろいろなったりしてるんですけど、あの辺ですね。それでその時にはちっちゃい子供たちが結構たくさんいました。それでちっちゃい子供たちがいてですね。それでその大人の礼拝はあったんですが、最初に子供たちの礼拝って感じでですね、すごい一生懸命聞いてくれてたんですね。それでその時にあるお兄さんと妹がいたんですね。それで妹はいつもお兄ちゃんにいじめられてたんですね。それでその子供の方の礼拝の御言葉がですね、悪い言葉を一切口から出してはいけませんという言葉だったんですね。それでいつもいじめられてるんですけども、そのちっちゃい女の子がですね、またお兄ちゃんにこういじめられたね、悪い言葉を一切口から出してはいけませんって言った時に、ね、ピタッと止まって悪いことできなくなったんですね。それがかつての、ミキちゃんなんですけど、で生き見てたのはドム君ってお兄さんで、時々言うと神だかなんかやってますけど、そうだったんですね。だからね、御言葉の力、私はその時に体験しましたね。ちっちゃい子がいつもいじめてたお兄ちゃんに対してね、お兄ちゃんがギュッて もう何もできなくなったんですね。やっぱり御言葉には力がありますので、今日も期待していきたいと思います。でそれで今日の話なんですけれども、ベテスタという言われる池があったんですね。で、イスラエルに行ったらですね、その旧市街のところ、ベテスタの池っていうのがあるので、ぜひそこに行っていただきたいと思います。でこう書いてます。ヨハネの福音書5章の1節、その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに残られた。エルサレムっていうのは昔も今も都なんです。イスラエルの都って言ったらエルサレム。そしてその祭りっていうのは、ユダヤの祭りっていうのは大体エルサレムが中心で行われる。だからもう華やいた、ものすごい華やいた都で、特にお祭りのシーズンは華やいてるわけですね。でその時にイエスはエルサレムに、そこに登られたって言ったわけですね。でさて、エルサレムには羊の門近くにヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって、いつの回廊がついていた。で
イエス様はお祭りに行ったのかっていうと、実はそうではなかったんですね。3節、その中に大勢の病人、盲人、足のない者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。だから肩やこうすごく華やいたところがあると、そうでないところって余計なくこうもうなんかこう忘れ去られたような、その忘れ去られるのがすごくコントラストとしてですね、すごくなんかこう出てくるんですけど、イエス様は華やいた都のその祭りのところに行ったんではなくて、もう完全に忘れ去られてしまったようなそのベテスダの池で、そこには大勢の病人や盲人や足のない者、痩せ衰えた者たちが伏せていた、そこに行ったんですね。でそこに38年もの間病気にかかっている人がいた。で38年間病気にかかっている人がいたんですね。でそこはどういったところかっていうと、ベテスダの池っていうのは そこに癒しが起きるって話があって、その天使がこうかき回すんですね、その勢いをですね。そしたら、ね、そのかき回した時に最初に降りていった人が治るとか、そういう本当かどうか分かりませんよ。まあちょっといい加減なそれ、まあでもね、それを信じて どうなのかっていうと、大勢の病人、盲人、足のない者、痩せ衰えた人たちがやってきて、だから天使をこの鉄さんをかき混ぜた時に、あまりよくば一番最初に降りたら完全に治るじゃないかっていう感じで人々が集まってたわけですね。でそこにどうなのかっていうと、そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。38年って長いと思うんですよね。私も結婚してから何十年か経ったんですけど、まだ38年だからそんなのとても言ってないです。まだまだですね。で皆さんの人生だってね、まだね、あ今日は珍しいでね、ゆうとくんいない、まあいないの、ちょっと珍しいですね。ゆうとくんなんてせいぜい13歳か14、13歳か12歳でしょ。だからもう38年ってものすごくとてつもなく長い間なので、で病気にかかっている人がいた。で、イエス様はどこに行ったかっていうと、そのベテスダの池、本当にみんなに忘れされているようなベテスダの池で、しかも38年もの間病気にかかっている人のところに行かれたんですね。そして6節、イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた、よくなりたいのか、よくなりたいかってこうイエス様に言われたんですね。でこれ当たり前じゃないかって思う人いると思うんですね。だってもう病気だったらよくなりたいのは当たり前っていうね。でもちょっと思っていただきたいんですけど、最初はね、病気になってもなんとかなりたいなって思ったりしてたと思うんですね。ところがそれが1年経ち、2年経ち、3年経ち、4年経ちで、あそこに行ったらこう治る、だってそうでしょ。皆さんってなんかちょっと病気だったら、あそこの病院が行ってたらそっちに行ったりとか、まあもう今はイエス様だから、病院とイエス様でそっちで求めますよね。だけど3年、4年、5年たち、そして10年たち、15年たち、20年経って、そうするとね、どうなるのかっていうと、自分が一体こうもう治らないのに決まってるっていうふうにだんだんとこう諦めっていうのが入ってきてしまわないかなと思うんですね、この人のうちに。だから、まあ、どうせ治らないんだって、どうせって言葉は私は好きではないんだけど、いやあえて言いますけど、どうせ治らない、この病気は治らないんだっていうような形で、どうせ無理なんだとか、治らないんだっていうことで、それでどうなのかっていうと、もうそう決めちゃって、でどうなのかっていうと、自分がどうなりたいのかっていうのがだんだんと分かんなくなっただけじゃなくて、もう忘れてしまってて、そしてもうその自分が実は本当は病気を治りたいと思ってたことがもう本当に完全に忘れてしまって、そういう状態、38年だったらね、おそらくそういう変だったと思うんですね。だから自分はもう何も今なぜベテスダの池にいるのかなみたいな感じのね、でそういうようなぐらいにひょっとしたらなってたかもしれない。でそこにイエス様が来られたんですけれども、イエス様は一体何をされたのかっていうと、この人のこの38年間を伏せた
人の心の中にこうなんか光が差し込んできたんですね。光が差し込んできて、で良くなりたいかってイエス様に言ったわけなんですけど、それがこの人の心にこうなんか触れたんだと、ね、それでああってそれでですね、病人は答えました。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。でさっき説明したようにベテスダの池には水材があって、こう水がなんかこう渦を巻くんですかね。でその時に一番天使が渦を巻くのか、でその時に一番最初に降りた人は治るっていうような伝えがあって、まあ、その人もそういうのを聞いたんでやってきたわけですね、この人も。だけど自分はあの水がかき回された時ですね、あの池の中に行きたいんだけど、もう他の人がパッと入ってしまうので、自分はその一番最初に降りていくことができませんって言ったんですけど、これ一体何を言ってるのかっていうと、私は良くなりたいんだってことなのが、あ、そうだ、そういう私は良くなりたいと思ってたんだっていうことに、なんかこうそれがこう思い出されてきたんですね。で私たちってなんか実は何をやりたいのかってよく分かんない場合があるんですね。でそれであるいはこう、ね、何遍やってもうまくいかないとだんだんと願わなくなってしまって、で自分の願いとか本当はこういうことやりたいんだってこう、ね、ちょっとこう押し入れに入れてね、でだんだんとこう冷蔵庫みたいなのが入ってってこぼりついてですね、私アルバイトしてるんですけど、この前なんかゲストルームっていうのがあって、その、まあ、マンションでこう管理とかやってるんですけども、そのゲストルームの冷蔵庫はね、あの冷凍庫ってあるじゃないですか、すごいカチンカチンのでっかいのが出来上がってて、うわこれ大変だなと思って2日ぐらいで溶かしたんだけどあえて言うのはね、私たちのうちになんかこう本当はこういうことやりたいっていうのがあったんだけど、ガチンガチンのそういう凍りついてですね、溶けもしないようなそういうようなものの中に入っていて、実は何をやりたいのかっていうのが分かってないってこともちょっとあるかもしれないですね。先週ちょっとあの子供と話したりしてたんですね。それでなんか急になんかいろんなことを聞くなって言うから、まあでも今せっかくだからなんかいろいろ聞くんですね。お父さんが小さい時はどうだったのかとかって、あんまりそういうことは聞かないんだけど、まあいいかって言ってどんどん話をしてたんですね。そしたら、あ、そういえば私小学校、あ、私賞を取ったの1回あるんですよ。でそれ何かっていうと、小学校1年の時に絵を描いたんですね。そしたら銀賞って言っておばあちゃんが来てて、なんか褒めてもらったって、なんかそれがね、絵を描く。で、それでね、なんかその小学校の時にこうデザインとかね、こうそういうのをこう絵の時間が好きだったんですよ。それでなんかイチョウの葉っぱかなんかで持ってたりした、それがなんか廊下に放れたとかなんかあって、それでなんか小学校の時にこうなんか居残りじゃないですよ、居残りっていうのかな、宿題しなかったから残りなさいっていうんじゃなくて、なんか絵がすごく絵とかそういうのが好きな人は好きな人が、それがクラスで一人だけ土曜日の午後なんか残ってですね、それでなんか好きなデザインかなんか絵をこう一生懸命描いてたんですね。だから、あ、そういえばそういうことあったなって、中学校の時とかでも写生とか結構好きで絵を描いたりしてたんですけど、でもなんかあ、そういえばそういうのも忘れてたなと思ってですね、まあ、子供がいろいろね、うさんすく聞いてくるなと思って、で、なんか、私はなんか、あとでですね、翌日から妻に言ったんですよ。いや、なんか、ちょっと、いろいろ聞いてきて嬉しかったみたいなことを言って、そしたらですね、妻が言うには、それは、性格判断をしてんだっていうこと、それで、なんかその、最近なんか、ホームページかなんかで、人の性格を分析するときに、夕方の性格を、なんか、それで、私は何も、ぬかぬい喜びっていうかね、なんか、いろいろ興味を持って聞いてくれて、ああ、すごく嬉しいなと思ってたら、そうじゃなくて、その性格、私の性格を分析するときに、まあ、それはいいんですけど、まあ、それをした結果としてですね、あ、私、昔、絵を描くのが結構好きで、あ、そういうことでやってるって、
まあそういうのはね、あ、そういえばそう絵を描いたりとかそういうのはもう実は好きだった。でもなんかこう中学ぐらいまでは学校の授業ではやってたけど、高校ぐらいからもうずっと絵を描いたりないんですね。やってなかったんで、ああだからそういうのをやりたかったんだなっていうのを思い出してきたんですね。で今日のところなんですけれども、この人は願うことを忘れてしまった。本当に願ってること、自分がやりたいこと、自分は何をやりたいのかっていうのを完全に忘れてる人なんです。でそういった人たくさんいると思います。でその人のところにイエス様が来て何をしたかっていうと、もちろんね、足38年も歩けなかったわけだからすぐに癒すこともできたでしょう。だけどまずイエス様が何をされたのかっていうと、良くなりたいのかって声をかけたんですよ。でそれで良くなりたいのかって言われた時に、この人のうちに変化が起きてきて、あ、そうか、私は本当は良くなりたいと思ってたんだ、この病気のまま。でこの人の病気っていうのは一番の問題は何かっていうと、願わなくなったところが一番の病気だと思うんです。本当はこういうことをやりたいとか、こうしたいんだ、病気治りたいんだっていうことがを、そういう思いがあるときはいいんですけども、やがて1年経ち、2年経ち、3年、10年、20年、30年、そして38年経った中で、もはや病気が良くなることなのか、もう完全に願いも忘れてしまって何も願わなくなって、そこが一番の問題点であり、また病気なんではないかなと思うんですね。イエス様が何をなしたのかっていうと、病気を治すことはイエス様は一言声をかけたらできるでしょう。癒されよって言ったら癒される。だけど聖書を見てるとイエス様はそういう触れ方にされてないんですね。例えば雷病人の人がいるじゃないですか。雷病人の人がいたら汚れ、触れたら汚れるってことで、そのユダヤの社会ではね、だからもう宿営の外に住まないと、家族と別れて住まないといけない。そして自分の服をちぎってですね、自分は着替えている着替えているって叫ばなければならないっていうのは旧約聖書に書いてます。ところがイエス様はどうされたかっていうと、その雷病人の人の手を触ってね、私の心を抱き良くなれって言ったんですよ。えって思ったと思いますよ。普通は雷病に触れたら着替えるってことで誰もみんなこう離れるでしょう。ところがそうではなくて、イエス様は雷病の人の下がったんですよ。で汚れるわけでしょ、ユダヤの社会でいうのは。それで行くよ。ところが私の心だ、清くなれって言って完全に癒されたんですね。だからここも似てますよね。で簡単にイエス様だったらその38年病気だった人の癒すことはできたでしょう。だけどこの人の根本的な問題は何かっていうと、願わなくなってきてる。自分が何を願っていたのか、自分が何を希望しているのか、それを完全に忘れてしまって、でそのイエス様と出会って、イエス様の良くなりたいかって言葉に触れた時にだんだんとこう溶けてきたんですね。さっきのこういう塊みたいなのがあったんですけど、私は2日かけて溶かしたんですけど、その氷の塊みたいな中にあった願いっていうのがこう分かってきたんですね。良くなりたいっていう、でも良くなりたいっていうふうには答えられなかったんですね。だから水がかき回された時に、池の中に私を入れてくれる人がいないんですって、こう引っ掛けるともう他の人が先に、降りていくんです。でもこの人のうちにはっきりと良くなりたいっていうのがこう始まった、その言葉によって始まったんですよ。でそこでイエスは彼に言われた、起きて床を取り上げて歩きなさい。で、あ、良くなりたいっていう気持ちがこうやっと出てきたところでイエス様は命令したら、するとその人はすぐになって床を取り上げて癒されたんですよ。でこれは38年その病気だった人の話なんですね。だけどその人の根本的な問題は何かというと、願わなくなっている。自分が何を願っていたのか見えなくなって、またそれが氷漬けになってですね、でもカチンカチンに
工程ですね、さっぱり分かってないの。だけどイエス様と出会った時、イエス様のよくなりたいかって言葉を受けて、そしてその中で自分の願ってたことに見出して、そしてイエス様がそれを叶えてくださったって話した。同じイエス様です。もし皆さんの中で、ね、あれ私今何を願ってるのかって分からないと、なんとなくいるけど、なんとなくこういるけど、本当に自分のそこで、そこのそこで願ってることとか、それが分からないっていう人がいるならば、ぜひですね、イエス様の言葉を受けてください。よくなりたいかっていう言葉を受けたことによって、その人の歩みが根本的に変わっていったし、まあ、本当に願っているものがこう見出すことができたんですね。神様は一人一人を愛して、イエス様を愛して、皆さんに最善を備えてくださっているし、でも本当にそこのそこで願っていることがあるっていうのがきっとあると思うんです。で、それを、まあ、私がね、エルサレムに救われて一番最初に嬉しかったのは、それで聖書もらったんですね。それで教会行ってないんですけど、教会行きましょう、まあ、行ってみたさにおかしいですけど、詩編のね34編っていうのを私読んでね、それがすごく良かったんですね。何かっていうと、主はあなたの心の底の願いを叶えてくださるっていうところなんですね。ちょっと待ってね、もう終わりますか。はい、ですね、英語で読んでたんですね。それで詩編34編の、ちょっと待ってね、詩編37編ですね、4節、主は己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてください。で、英語の方ではどう書いてたかっていうと、主はあなたの心の底の願いを叶えてくださいって書いてる。で、私はね、それをまだ教会行ってないですよ、で行ってなかったけど、毎日仕事が終わって帰ってきて、その聖書の箇所で、ああこの神様って、私が出会った神様って、私の心の底の願いを知ってて、あそれを叶えてください神様なんだって分かって、なんかすごく嬉しくてですね、まあ、教会には行ってないですけどまあ毎日そういうことをしてたんですね。で、もちろんそれは4節は、主を己の喜びとするときに、主はだから条件がついてるんですけど、でも私たちは心の底の願いっていうのを知ってて、それを叶えてくださる感じ。だから皆さんの中で今本当にこう自分のこう本当に願っていることとか、それが見出している人はいいです。だけどまだ分かんない人っていうのは、ね、ぜひね、このベテスダの池の38年間の人の男の人のようにですね、まあ、神様にね、こうぜひ願ってください。よくなりたいのかってね。で、イエス様が言葉を与えてくださって、その言葉によってですね、実は本当にこう本当のなんか願いっていうのがこう湧き出していくっていうかね、そういうことがあると思うんですね。だからなんとなくじゃなくて、本当に自分が願っているものって何なんだろうかっていうのはね、それはやっぱりこう祈ってね、やっぱり神様のイエス様の言葉が欲しいんですよね。で、やっぱり本当に神様のなんかこう与えてくださる願いっていうのをやってる時っていうのはすごく面白いと思うんですよ、ね、で嬉しいと思うし、でやりがいもあると思うんですね。で、ぜひね、そういったものをね、見出していただきたいと思います。で、イエス様は喜んで皆さんのと、ベテスダのね、池に来たように、主には一向ひいきないって書いてあるんで、皆さんのところに来てね、皆さんの中に実は凝ってるような願いとかがね、自分は今何をやりたいかもよくわからないっていう人もたくさんいると思いますけども、本当の願いというか、それをこう見出す、手伝ってくださると思いますので、ぜひそれを期待していきたいと思います。お願いします。愛聖様、イエス様は、そのベテスダの池で38年間病気だった、その方のところに来、よくなりたいのかとあなたは声をかけ、それによってこの人のうちにかつて願っていたそのよくなりたいというその願いが、始まり、そこでイエス様はその人を癒されたことをありがとうございます。私たちも一体何を願っているのか、何をやりたいのか、何を希望しているのか、よくわからないこと、そういった時があると思います。また、
いつの間にかどうせ無理だダメだろうってことで諦めてしまってカチンカチンの氷になって、希望っていうのは願いっていうのは氷漬けになってる状態もあるかもしれません。主よ、どうぞ今一度主がペテロの池のこの男の人に来たように、私のところに、一人一人のところに来てくださって、本当に何を願っているのか、何をやりたいのか、何をしたいのか、それを思い起こさせてくださり、そしてそれを主の御手によって開いてくださるようにお願いいたします。イエスの名前によって祈ります。アーメン。それでは癒しのために一言祈ります。愛する様、癒しをありがとうございます。手を様、一人一人に触れてくださり、体に触れ、精神に触れ、あなたの癒しを表してください。イエスキリストを見上げて、体と精神に命ずる、今癒されよ、癒されよ、癒されよ。胃が痛い方ですね、手を様、その胃の痛みに命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。歯が痛い方ですね、手を様、歯の痛みのところに主が触れてください。特別に癒すけど、歯の痛みに命ずる、今癒されよ、癒されよ、癒されよ。何か知らないけど、ゲップがこうよく出てくるんですね。そういう方の原因のところに主が触れてください。よろしくお願いください。イエスの名前によって飲みます。アメン。それではどうぞお立ちになってください。ハレルヤを賛美したいと思います。